くしたおかみさんがいるんです。常に小走り、厨房とホールを行ったり来たりの大車輪、もうまさに一方こちらは世田谷区、常連さんから愛され続ける人気のそば店。その理由は香りも高い二八そば。作るのはなんとパソコンに向かう几帳面な2代目。その味は大評判。町の人に愛され続ける人気の店。そこには店を守り味を守る家族のあったかい絆がありました。人情家族の幸せ繁盛店第16弾です。まずは板橋区、東上線大山駅南口を出て踏切を渡り、商店街をどん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 まっすぐ、徒歩およそ7分のところにあるこちら常盤食堂。懐かしさを感じる店内。中トロも2枚重ねに、豪華で高級感あふれるお寿司。これ実は回転寿司なんです。この夏地方初の回転寿司チェーンが新鮮なネタを使った自慢の一品で勝負します。海なし県埼玉発、ネタの仕入れに絶対の自信があるという合点寿司。玉の贅沢をささっと気軽にと来店するお客さんが多いんです。ランチにやってきたこちらの家族。ありがとう。子供たちが大好きなのはマグロ。リーズナブルなマグロが人気トップ5にランクイン。自慢のアワビを抜いてすぐに軍艦へ乗せる。なんと330
続いては海の幸の宝庫、北海道から進出の根室花丸。東京駅のすぐそばとあって普段は観光客が中心ですが、今年は食事だけでも北海道旅行気分を味わいたいというお客さんが増えているんだそうです。そんな根室花丸切って丸の内店の人気ベスト5はこちら。ランキングに並ぶ2階建ての文字、これは一体？普通お寿司は一貫とシャリがついてるようなものなんですけど、そのネタの部分を一貫付けにしてます。もともとは厚切りのネタを1枚だけでなく切ったと2枚重ねという超豪華っぷり。新型コロナの影響で売り上げにあえぐ水産会社などに恩返しをしたいとこの盛り付けを思いついたんだとか。そして今2階建てをお得に楽しめるフェアを開催中。取材した日もお客さんが注文するのは2階建て2階建て2階建て。